それでは2問目です。いじめ問題についてです。近隣の市である取手市にて、いじめられたくないと書き残して、自殺をした生徒をめぐって、市の教育委員会や担任の先生の対応について、裁判にまで発展するなど、いじめ問題やいじめに対しての学校対応についてのニュースが増えてきている中、 最近私たちの地域の学校でもいじめ問題に関する報告を受けます私はこの問題に深刻な関心を抱いており本市におけるいじめ問題の現状について市に伺います教育部長、はい 中島議員のご質問にお答えいたしますいじめ防止対策推進法によりいじめとはインターネットを通じて行われるものも含めた心理的または物理的な影響を与える行為であって当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものを言うと定義されております文部科学省による令和4年度の調査結果ではいじめの対応として中学校においては冷やかしやからかい 悪口や脅し文句嫌なことは、嫌なことを言われるが最も多く、続いてパソコンや携帯電話等で、誹謗・中傷や嫌なことをされるが多くなっております。本市におけるいじめ問題の現状としましては、令和4年度、いじめの認知件数は小学校全体で499件、中学校全体で100件となっております。また、令和5年度は、 小学校全体で件中学校全体で103件であり、いじめの対応は全国の状況と同様に、本市においても言葉による冷やかしやからかいが多く見られました。いじめ認知件数につきましては文部科学省、文部科学省による調査で、全国的に前年度より増加しており、本市におきましても同様に増加傾向が見られます。認知件数が増加した理由としましては、 いじめ防止対策推進法の理解が進み、受けた側が嫌だと感じたことをすべていじめとして捉え、丁寧に対応していくという学校の取り組みが背景にあります。アンケートや教育相談の充実などによる生徒に対する見取りの精緻化や、SNS 等のネット上のいじめについての積極的な認知も、認知件数が増加した理由と考えられます以上でございます。 訂正しました。答弁のな答弁の中で正しくは小中学校と言うべきところを中学校と答えてしまいました。正しくは小中学校でございます。訂正させていただきます。はい、議長。中島正人議員。はい。ご答弁ありがとうございました。日々学校現場での丁寧な対応もあり。 いじめの報告が増えているのは理解できますが毎年増加傾向にあり先生方の対応が増えるため対応に遅れが出てしまうと問題ですそこで質問ですいじめに対する早期かつ効果的な対応が必要だと私は考えますいじめ問題に対して学校や市教育委員会ではどのような対策や 研修を実施されていますか。伺います。教育部長。はい、中島議員のご質問にお答えいたします。本日としましては。つくば未来市教育振興基本計画にのっとり。 子どもの豊かな心を育む教育の推進を図っております。その施策としまして、いじめゼロを目指し、いじめ、暴力行為等の未然防止及び問題への取り組みを推進しているところです。具体的には、学校においていじめ防止基本方針を策定し、国や地方公共団体の基本方針を参考に、自らの学校としてどのようにいじめ防止等の対策、いじめ防止等の取り組みを行うかについても。 基本的な方向、取り組みの内容等を定めております。多様化するいじめに対応するため、年度当初に全職員でいじめ防止基本方針を確認し、その後も必要に応じて見直しをするなど、研修に努めております。また、これらは学校ホームページで公開をし、保護者等にも周知しております。学校におけるいじめ防止の対策には、 組組織織的的な対応が必須のためめ校内いじめ防止委員会等をを設置してて体制の構築を図っております定期的に生徒指導部会を開催しいじめの早期発見のための情報を共有し適切,適切な対応を図られるようにしています児童生徒に対しましてはいじめに関するアンケートを毎月実施して事態の把握に努めています保護者に対しましては連携を密にし 児童生徒の・児童生徒の変化にに少ししでも早く気づけるようにしておりますますた児童生徒や保護者がいつでも相談できるよう保健室での相談やスクールカウンセラーによる教育相談の周知 SNS を活用した相談窓口の設置や県など外部機関の相談窓口の周知などに努めております市教育委員会としましては初任者を対象とした研修を実施しております さらに、市・総合教育支援センターにおける教育相談窓口の設置、スクールカウンセラーの勤務日,勤務日数増加、中学校適応生活支援員の配置や、スクールロイヤーの活用など,活用などを通じて、いじめの未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応に努めております。以上でございい、ます。はい、議長。 中島正人議員はいご答弁ありがとうございましたまたそれで生徒たちに対していじめの防止についてどのような指導をされていますか伺います教育部長 中島議員のご質問にお答えいたしますいじめの未然防止については、いじめを生まない教育、心の教育の充実が不可欠であると考えます。生徒の心豊かな心を育成することがいじめ防止に資することから、道徳教育や体験活動、授業等をはじめとしたすべての教育活動を通して、豊かな心の育成に努めているところです。そののの一例としていじめめ防止のためのフォーラムや 話し合い活動を市内全小中学校で実施しております。中学校区での交流の際に、小学生と中学生が学校の垣根を越えて、いじめ防止の話し合い活動に取り組んだ事例もございます。自分たちの学級や学校だけでなく、いじめという存在自体をなくしたいと、児童・生徒が真剣に話し合う姿が見られました。今年度市教育委員会では 学校教育目標に、心身ともに健康で、自他を大切にできる未来の子を育てると掲げておりますとおり、今後も子どもたちの心を立てるための教育に、市教育委員会と学校が一丸となって尽力していきたいと考えております。以上でごごござざいい、い。いまます。ははい、議議長。中島雅人議員。員、はい、答弁ありがとと、うございました。市教育委員会と 学校が一丸となっていただき未来の子をよろしくお願いし要望といたします。